はい、どうも。よいしょ。今回は、システムエボリューション2というページが公式にできていることに気づいたんで、まあそれ見ていこうかなってところで、まあでかいアップデートの、まあ軽い紹介みたいな感じで書いてあるんだけど、2月25、水曜日、アップデート、ニューアイテム、新アイテム、新ボグ14、14ボグシリーズ。これがね、なんか、結構、豆鉄砲系の M4 やら、なんやらを、殺すと言われてる、バトルライフル系時代になるってね、まあ言われてる防具で、まあこれが来たら、主流の武器がいろいろ変わるんじゃないかなっていうところで、RSD なんかに出る人たちはね、多分もうこの防具で、大会に臨むことになるだろうから、まあちょっと気にしてみてもいいんじゃないかなっていうところかな。で、新システム。ラウンド開始位置が調整可能に。これ多分リスポーンした瞬間にこう3秒間試合が始まるまで時間があって、好きな位置からまあラウンドが開始できるようになるっていうやつだから。だからこれからポイントマンの最速位置とかを、もうポイントマンが好きに決めれるから、もう、あれだね。お互い最速で、グレが来る、敵が、PM が走ってくる位置を覚えないといけないってところかな。まあ、より、どうなのかな、これは。別にあってもなくても、どっちもいいかなって感じかな。でも、武器の詳細性能が閲覧可能にってところで、今までこれだけしかなかったね。この左側のね、これだけしかなかった、項目がこの右のみたいにね、何倍もの数になるっていう。正直これはいるのかっていう。ミズレッス先輩って感じなんだけど。はい、そんな感じかな。すごいんだよね、項目が。連射制動って言ったら止まってるとき、しゃがんでるとき、移動してるとき、ジャンプしてるときとかもうすべてに、そういう項目がついてて、こんなにいるんか、駆動って感じなんだよな。で、次に、兵士ごとのスキルにも変更があって、PM のスキルが、ショットガンの弾、弾倉が1プラス1されてたのがミニマップ表示範囲10%拡大になって、同じくショットガンの、弾倉プラス1になってたスキルが煙幕弾追加プラス1になったから、まあ、ただでさえポイントマン必須の時代ではあると思うんだけど、今後はより一層、必須のアイテムになっていくんじゃ、アイテムじゃない、兵科になっていくんじゃないかなってところかな。で、ライフルマンが投擲武器による非ダメージ5%減少と、補助武器通常射撃時の標準の開きを10%減少ってところで、まあ、若干、バフされてる感じかな。ちょっと強くなってる感じだね。で、スナイパーが弾数増加の代わりに、締まりがちょっと良くなったよっていう。まあ、ただでさえスナイパーが強かったからね。ポイントマンとライフルマンが結構強くなって、スナイパーはなんか、正直、あってもなくてもそんな変わらんのちゃうんかっていう。補助武器のエイムモードってほとんどやんないよね。まあ、正直、合ってないような変更だと思います。ニューウェポン、FRF2 レジェンド。これはね、もうこういう動画があったりして、俺も韓国の最新動画みたいなやつを結構チェックしてるから知ってるんだけど、まあ、FR の強化版ってことで相当強い武器だと思います。まあ、ただ大会で使えない限りは、まあ、俺も好きな武器でもらえたらもらっとこうかなぐらいの感覚の武器ですかね。で、これがね、新しい新協力ミッションオーバーライダーってことで、まあ、これも韓国の動画を結構見てて、なんかすごい、おはようハードとか、なんか、なんだっけな、なんだっけ、タイヤかい、みたいな、すごい混ざってる系のモードだなって思いました。丸。ってことで、まあ、これ出たら結構動画とかも上げていくと思うんでね。まあ、よかったら、YouTube のチャンネル登録しておいてください。はい、おしまい。